なんだろう。クマの糸みたい。本当だ。一体なんだろう。やっぱりそうじゃ。これはエンジェルヘアじゃ。エンジェルヘアって？最近世界の各地に降ってきた謎の物質じゃ。へえ、それはどんな物質なんですか？動物？植物？それとも鉱物？わからん。この地球上のものでないことは確からしい。じゃあ、宇宙から降ってきたものなんですね。多分な。長官、こちらは宇宙ステーションです。ただいま地球に接近する正体不明の円盤を発見いたしました。よし、早速調査に向かうから、攻撃仕掛けてこない以上そっとしておけ。円盤だ。バカ、あれは宇宙ステーションだよ。あ、あの右の上の方に見えました。よし、停止して無線信号を送ってみよう。はい。何の返事もないようです。お茶の水長官。困ったな。なんとか連絡をつけぬことには。相手が何者かわからんからな。いろいろやってみろ。はい。ありませんな。困ったな。ずいぶん不愛想なお客さんじゃ。ああ、もしかすると目の全然見えない宇宙人かもしれんぞ。例えばモグラみたいな。よし、今度は俺に任しとけ。宇宙人さん、本日は当地球へようこそいらっしゃいました。ところであなたは誰ね。お返事してください。お願い。Hello, ladies and gentlemen. Hello. Ich nach guten Morgen. Auf geht's dem. La mer aussi d'être conforme de Golf Cruel. Holen Sie zwei Tschachelmen, zwei Schäche. おめえ、ずいぶんいろいろの言葉知ってんだな。みんなおっしゃったぜ。教養の問題だよ。するんじゃないよ。でもここは宇宙ですから空気がないんですよ。それがどうした。いくらスピーカーを使っても音は全然伝わらないんですよ。アトム、行ってみてくれるかい。はい。アトムや、くれぐれも気をつけてな。大丈夫です、博士。うん、ダメです博士、完全に動けなくなりました。よ
どうしよう、トム。ちょっと待って、俺。今、助け出してやる。注意しておいたのに何じゃ。あんまり自分の力を信じすぎるとこういうことになるんじゃ。さあアトム、出てきなさい。さあ早く。はい。これから気をつけるんじゃよアトム。はい、わかりました。おや、こりゃエンジェルヘアのようじゃな。すると博士、あの円盤はそろそろ大気圏に入りそうですよ。そうか、わかった。それじゃあ一度地球に戻るとしよう。会議はどうなりました？一応危険なものと考えて始末してしまうことになったよ。ミサイルはもうすぐ発射のはずじゃ。しかし、あの正体を知りたかった気もするな。博士、もうあの仲間は来ないんでしょうか？もしかするともう来てるかもしれんな。え？こんな軽いものが先に降ってくるとは考えられんのじゃ。じゃあ、このエンゼルヘアは先に地球へ来た円盤のものと？そう考えられるな。世界中に調査は頼んであるから、そのうちに…え？博士、大港湾嶺山脈の麓で羊飼いの男がそれらしい物体を見かけたそうです。お茶の水博士、こちらへ来ていただきたいのですが。いや、ヤギ博士、お久しぶりで。ところであれは、すぐそこの谷間です。みんなもそこで待ってます。確かにこれじゃ。宇宙で見たやつと同じじゃ。今日の調査の結果分かったことといえば、相変わらず何者かさっぱり分からんということじゃ。私の見た空想映画や漫画じゃ、必ずこういうものは大騒動の種になる。今のうちに壊してしまった方がですな、こりゃ。バカな科学者ともあろうものが何てこと。これは宇宙の謎を解くめったにないチャンスですぞ。皆さん、全部入ってください。
戦闘以上の羊や牛を食ったらしい、早いことやっつけないことには我々の食べる肉がなくなりますが、それどころか我々も食べられてしまいますぞ。もうそろそろ軍隊が攻撃を仕掛ける頃と思うが、隊長、我々で勝てるつもりですかい。バカ、絶対勝つ。そら来たぞ、攻撃隊形を取れ。それ行け。どうだ見たか、アトムも歯が立たない奴に俺は勝つぞ。あれ、今度死んだまねしていたのか。どうも話がうますぎると思ったよ。よし、退却、すぐ逃げろ。絞ってるんじゃが、なかなかいいのが出てこないんじゃよ。あんな大きな宇宙の雲には全くお手上げじゃよ。フランちゃんも研究してんのかい。なんだ、絵本じゃないか。ジャリバリ旅行機よ、どうこの絵。縛られてねえか。そうか、たくさんのロープで縛れば捕まえられるかも。よし、それで行こう。目には目、糸には糸じゃ。じゃあ、あとはどうやってこの谷へあの怪物を誘い込むかじゃ。それは僕たち二人に任せておいてください。そーら、やってきたぞ。さあ、支度だ。行こう、ウラン。こっちを見向きもしないよ。喋ったりしちゃダメだよ。大丈夫よ、相手は地球来たばかりだから分かりっこないわよ。
チック宇宙雲もアトムたちの活躍で捕まったそうだな。これで一安心だよ。今日はちっとも釣れないな。なんだチック居眠りしてんのかい。でも捕まえられるかい、アトム。やってみます。さあ、あれ。いやー、よくやった、アトム。ご苦労さん。あ、エネルギーが。かわいそうにエネルギーが空っぽじゃ。博士、宝庫からの連絡が参りました。谷まで捕まえた方のやつが子供を産んだそうです。何千匹という子グモが雲の子を散らすように四方八方へ逃げてきて、また羊や牛を食い荒らしておるからして、アトムさんにすぐ来てほしいとのことなんです。そう次々と。じゃあいくらアトムでも。博士、エネルギーさえ入れればもう大丈夫です。しかし今度は数千匹じゃよ、アトム。だけど博士、放っておくわけにも。あ、またまた。よりによってこんな大変な時、またまた円盤が来る何度とは。もう地球もおしまいだ。地球の皆さん、私たちは宇宙の外宙駆除のパトロール隊です。宇宙雲がこちらの方へ向かったという情報が入りましたので、はるばるやってきました。ではまず記録映画をどうぞご覧ください。よかったですね、悪い宇宙人じゃなくて。宇宙雲は宇宙の生物たちにとって最も恐ろしい害虫であります。そのものすごい食欲は一日に数千トンの動物を食べてしまうほどであります。その星の生物をきれいに食べ尽くしてしまって餌がなくなると、自分の吐く糸で作った殻の中に入り、その星を飛び去り、また次の星を求めて宇宙をさまようのであります。そこで我々は研究の結果、この怪物をやっつける薬を発明いたしました。どうもはるばるご苦労様です。いやいや、これが私たちの務めでして、これがその薬です。おかげで助かりましたよ。博士、早速この薬でやっつけてきます。せめてあの薬の代金だけでも。どうぞ、そんな心配なく。あの隊長、ひそ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 。
そうか、それ困ったな。あの、なんか実は博士、予定より遠くへ来たので燃料のウラニウムが足りないのであります。それならお安いご用です。遠慮なくおっしゃってください。で、どれくらい必要なんで。あいにく手持ちが少ないもんで世界中から集めましたよ。いやー、どうもすいませんね。いえいえ、これくらい。いろんな、あの、私たちは次の仕事がありますので、これで失礼をいたします。歓迎会の準備もしてますし、そんなにお急ぎにならなくても。忙しい人たちですね。あの人たちのおかげで宇宙の平和が守られるんじゃな。どうだいね、あの立派な態度。さすがだね。おい相棒、今度もまた随分儲かったじゃねえかよ。へ、あの星のやつらもちょろかったな。あれだけウラニウムをいただきゃ国へ帰って大金持ちだぜ相棒。おい、こいつらどうするんだ。連れて帰ってもしょうがねえから、どっかの星でもう一稼ぎするか。それも悪くねえな。じゃあ生きの良さそうなやつ 2,3 匹見繕って成長剤を注射しとくか。これが今度建てられることになった宇宙人の銅像じゃな。博士、宇宙人にもらった薬の分析ができましたがね。おう、そうか。え、どっかで見たような図式じゃな。 DDT ですよ、博士。えー